も、しょうちゃんベースでいらっしゃい。ということで今日なんですけど、先日 SNS でとても話題になったあるものの第2弾が出ましたんで、今回はね、販売当日に買いに来ました。それが何かと言いますと、マクドナルドのハッピーセットが、この前 SNS でめちゃくちゃバズったんですよ。ハッピーセットのおもちゃで、カービィがついてくるよっていう商品がね、すごく話題で、バズりすぎてどこのマック行っても売り切れってなってる。ちょうどね、まだ動画上がってないと思うんですけど、アクシデンターズの方でマックにめちゃくちゃ行く動画を撮ったんですよ。その度にどこのお店行ってもハッピーセット売り切れって書いてあったんで、それぐらいなんかもう人気のやつでした。第2弾ということで、初日から行ったんですけど、マックがめちゃくちゃ激混みしてるという、おそらくみんなハッピーセット目的なのかなと思う感じの混み方してました。まずハッピーセットってどんなもんなのっていうの結構知らない人多いと思うんですけど、はい、こちらです。基本的にはハンバーガーとフライドポテトの S とドリンクの S、まあお子様セットってわけでもないんだけど、お子様セットみたいな容量で売ってる商品になります。でここにプラスでこういうおもちゃが1個ついてくるよ。それが今回こちらの星のカービィなんですね。ちなみにポテトの S とハンバーガーだけなのってわけでもなく、はい、こちらからね、ハッピーセットは自由に選べるようになっております。なので僕はね、今回チーズバーガーもあるし、久々に見たけどコチパンケーキっていうのもあるし、枝豆コーンもあるし、飲み物もねありますという感じで、じゃあちょっと食べてから開けようかなと思います。いただきます。よくドライブしながら食べるときはこうやって食べてます。ハッピーセットっていつぶりに買ったかなってちょっと記憶をたどってみたんですけど、一番最後が悪連の企画のミニオンなんだよね。別にミニオンバズってたわけでもないけど、確か30個ぐらいあったんだっけ、それを全部揃えるみたいな動画を撮って、あれ以来ですね。というのもこの量じゃん、これ足んなくて、だいたい昔は照り焼きバーガーとフィレオフィッシュみたいな感じで2個食べてたから、おもちゃよりもご飯って感じでね、あんまりハッピーセット頼んだことありません。ハンバーガー、お腹ペコペコだから、じゃーん、見られてるよね。いただきます。うん、うまっ。今さ、これ単品で買うと170円するからね。俺高校生ぐらいの時まで100円だったと思うんだよ。120円かな、100円だったかな。だから1000円持ってマック行ってハンバーガー3個とか買って、でプラスでポテト買ってずっと食べながら喋ってるみたいな。だからあえてビッグマックとか買うんじゃなくて、お腹にたまる方を選んだりした時期があって、その頃ってこの前なくなっちゃったけど、チキンクリスプとかそういうのもさ安かったから、チキンクリスプ2個とハンバーガーとチーズバーガーみたいな感じで買ってたよね。いや今170円か。ずっと食べて喋ってた前なんで開けたいと思います。改めてこちらハッピーセット星のカービィですね。カービィ自体は今回全4種類ありまして、今回3つ買ったんでコンプリートは絶対になんないんですけど、かぶんないといいなと思います。じゃあ1個目開けます。いきます、せーの、ほい。お、なんか加えてんのか。こちらがですね、三角頬張りカービィですね。新世界で発見したこんな三角頬張ればとんがりボディに大変形ということで、なんか一番最初から変わり種が出ました。画像貼っとくんですけど、僕的に今回やっぱ寝てるやつが可愛すぎるんで、寝てるやつが欲しい。じゃあ次ちょっとパンケーキ食べて開けようかな。パンケーキいただきます。うまっ。こんな柔らかいんだ。あんま食べないからさ。続いて枝豆コーン。枝豆コーンって子供が好きなイメージあるけどね、なんか大人になって食べないね。いただきます。うん、あ、結構好き。うん、うまい。うん、癖になるね。枝豆のコリコリ感とトウモロコシのシャキシャキ感、そして2つの甘みが合わさってめちゃくちゃ癖になる、うまさ。うん、じゃあ2個目開けます。頼むから寝てるやつが欲しい。いきまーす。せーの、はい。お、来たー。僕が今回狙ってたやつ、すやすやカービィ。たくさん食べてたくさん遊んだらぐっすりお昼寝、どんな夢を見てるのかな。はい、ということでとりあえず2つこちらですね。
すごいですね。今回そのバズった理由って何なのってところ、このスヤスヤカービィを今僕当てましたけど、他の人もまあ当ててる人いるじゃないですか。みんながみんなこれじゃないっていうのでバズったんですよ。言ってしまえばこれなんだけど、なんか形がね、なんかベコってしてたり、ここの比率がね、顎の方が長かったりみたいな、なんか自分ならではのカービィ、私のカービィ、僕のカービィっていうのでなんかバズったらしくて、オリジナル感っていうところですごく人気が出たみたいなんだよね。だから絶壁、絶壁カービィ、これちょっとあれよね、肌出ちゃってるよね、あれみたいなって感じで、なんかその自分のカービィっていうところで良さを見つけていくっていう。じゃあ最後開けちゃおっか。あと2つが飛んでるやつと色違いで黄色のニヤってしてるやつなんで、まあ僕的には黄色だな、座ってるからね。いきます。最後は何なんでしょう。せーの、はい。あ、飛んでる方、あ、飛んじゃった。飛んでる方来たんですけど、皆さんこれよく見てください。丸じゃない。なんかすごいねこれ。もはや手じゃないもん。タンコブついてるし、耳みたいになってる。おー、しかも顎割れてて。こちらがジャンピングカービィ。時には強く、勇ましく。さあ冒険に出発だ。ということで。今回はピンクのカービィで揃えられました。じゃじゃーん。これが SNS ですごくバズってます。こう見るとやっぱりこのカービィのさ、特徴というかなんかすごいよね。まあ、こっちなんとなく変哲ないというか綺麗にできてる方だと思うんだけど、これに関しては多分もっと綺麗なのあるもんね、形で言ったら。でもこの綺麗すぎない感じ、これは唯一無二でしょっていうところで、やっぱり今回人気出てるみたいなんで、まあそこをね、あえて楽しんでいきたいと思います。おそらくもうすぐに売り切れちゃうんで、この動画が出る頃には多分あるところは少なくなっちゃうと思うんだけど、まあ第3弾がそのうち出るかもしれないし、また違うね、アニメだったりゲームだったりのシリーズでこういうのが出たりするかもしれないんで、ハッピーセット自体要注目ということで、皆さんよろしくお願いいたします。ハッピーセットもめちゃくちゃうまいっすね。物はやっぱマクドナルドだし、値段がだいたい500円前後。その選ぶものによってね、ちょっと値段は変わってきちゃうんですけど、ワンコインでね、おもちゃもついてご飯も食べれる。とてもお得というか、まあいいんじゃないかなと思います。たまにハッピーセットなんでこれ選んだんだろうみたいなのあるけど、そこもね、マック行く楽しみにもなるんで、よかったら皆さん、ハッピーセットたまに買ってみてください。クースがうめえ。ということで、しょうちゃんベースご視聴ありがとうございます。良ければ高評価の方を教えてください。もしカービィの買った人がいたら、私のカービィはこんなカービィだった、僕のカービィはなんかこういうところがありましたっていうのあったらね、ぜひコメントでお願いします。そして、グループアクシデンターズの方しかり、僕のこの個人チャンネル、しょうちゃんベースのチャンネル登録をしていってください。以上で今日の動画終わりたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。See you again!